はい、では次行きまして今度は B パターンですねえー、っと会話で適切な会話表現、えー、会話の表現をこのクーラーに入れてくださいといういつものパターンですがいきましょうあきらが「is everything okay?What's the matter?」ねっ、えー、全部 OK? 何か問題あるはい ってなったらですね、えー、I think I deleted. さあ、delete はよくパソコンで出てきますね。こう消すやつですね。あ、間違って消しちゃったってことですね。さあ、間違って消しちゃったら、それを聞いたアキラ君が、はい、1番 hold ちょっと待て。hold it! ちょっと待て !hold it! ちょっと待て !which document are you talking about? どのドキュメントの話をしてるんだどれだお前が消したのはどれだっていうことでしょこれ結構焦ってますね。2番。 Oh no! なんて言った ?Well, I will have to start all over again. これは覚えておいてね。709番。ここね、start over ーーが基本の熟語の基本部分で start over ーーで初めからやり直すとです。start over ーー。で、all、えーっ,えー、って、まあ、ついてるから本当にもう強調してるんですよ。はるばると元に戻ってっていううな感じですね。 はい、また最初からやり直しかあやっぱ焦ってますねで焦っちゃいけないの理由はデイビッドのこのねカッコの次のデイビッドの発音を見ると発言を見ると What a relief! はあほっとしたって言ってるんですよで焦ってないのいい、はい、なんで焦ってる表現はダメです3番見てください Relax!I made a copy of it earlier today あけ今朝、まあ今日のうちの早い時期にってことですけどねあの、今朝のうちにですね、それのコピー取った。あ、よかったでしょ。コピー取ってあれば、no、problem, でしょ。はい、答えは3番です。はい、で、4番、Too bad。これはクソまずいんですね。Too bad。ひどすぎるんですね。It should have been finished an hour ago。はい、これは、えー、しゅとはぴぴって形大丈夫ですかそこのね、ここがポイントですよ。 仮定法、まあ、一種の仮定法ですけどね形 should have PP. ー「s h o l d h a v e p p ああもう昔において過去においてこんなことをしているべきだった、ね、だからそれはもう終わらされているべきだった1時間前にああもっと早くやればよかったなということですね、はい、1番2番3番どれも焦ってますから焦ってない3番と、ね、いうことですでねこの3番のとこでもう一つね 注意しておいてもらいたいのが実はあるんですね。何かっていうとですね、今朝早くなんて言うと、ね、きにですね、比較球になってるでしょ。earlier this, evening,、uh, this morning とか、earlier today、今日の早いうちにってことでしょ。ここね、earlier、比較球なんです。で、これはよくね、これで出てきます。earlier this year this 今年初めにっていうときですね。今年の初めに。 こんなことがありました。正月とかね、1月あたりのことをね、言うときに、earlier this year。この表がすごくよく出てきますから、耳で慣れておくていいと思いますね。はい。じゃあ次ですね、710番いきましょう。m ス・ j o n e つがいね、Hello, Kazuko!What can I do for you? まあこれ、What can I do for you? いうのはどんなようですかとか、どうしたのとかね、そういうことですね。I was wondering if we could meet earlier than we planned, maybe on the 27th. さてここでものすごく大事なのがね出てきますねうーんと710番ねっやっまずこのパーナーンです 「I was wondering if 何々」っていうのは何かしてもらいたいときに使う直訳ね何にか何にょろにょろかしらどうかしらってことですね「wonder」っていうのはこう何々かなーっていう,うにこう疑問に思うとか心配不思議に思うとかそういう時に「wonder」って使うんですねちょっとあごめんなさい「I was wondering」ですね,ねはいでここ気をつけるんですよ 今何々してもらえるかなどうかな心配だなって今思ってるんだけどもここを過去形にしますこれ家庭法の過去なんですねでここを過去形にすることによって丁寧さが出てくるって覚えておいてくださいやってくれっかなおいじゃなくてやっていただけますでしょうかねっていう控えめな感じがすごくよく出るんですね And I was wondering if でここの中も家庭法でしてこの形がきますねもしあなたに何かお願いするんだったら EFU? そんなふうにしてくれるというお気持ちが終わりでしょうかこんなことをしていただくのは可能でしょうか。と、ね、いう形がきます。 この形を何回も書いて読んでね覚えておくと言ってます。これビジネスは皆さんね社会人になってからビジネスでレター書くときなんかもすごくよく使います。相手のね取引の相手の会社にですねこうお願いするときとかねこういう書き方す,ものすごくよく使います。はい。で、ここもですね何々していただけるかな ?I was wondering if you could.could でしょね。If we could か。私たちこんなことするの可能かしら n e e t 合うんですね。 で何々よりも早く。all the other than we planned。計画していたよりも早い時期に会うことは可能かしらどうかしら ?maybe on the 27th、はい。はたぶん27日ぐらいがいいんだけどっていうふうに言ってますね。で、ここで次ね、ジョーンズさんがこの空欄で何か言うんですが、次見てください。 でも本当に need see you before to that you その前に会いたいんです。早く会いたいんだって言ってんだから20番では20番じゃないよ空欄ではね、あのー、絶対にこれうんじゃあ早めに会いましょうって話になってないだから次でいやでもやっぱり早く会わないとって言ってますからこの空欄では、えー、相手の要望に答えられないっていう内容が来る。OK ですね、はい。そうすると答えは 2になります。大丈夫ですか ?2 見てみますね。Oh!I'll be away! 私、away 離れちゃってます。いません、ここには。いついつまで ?Until the 29th 29。Th. 29日まではちょっとね、戻ってこられないんだよ。ごめんね。っていう話です。はい。1番は、Can I ask you why? 理由を教えていただけますかなぜか教えてくれますか ?3 番。Okay! I've got time right now. これは今だったら時間があるよって言ってんですね。これはおかしいですね。四番 What time are you thinking? いつを考えてるんですか。いつの何時頃お考えですか。ね。それじゃあ,あの後ろの答え後ろのこ、えー、と発言とつながりませんね。はい。ということで二番が正解。 えっとですね、711番をですね、ジャックさんが、Let's go to that Italian restaurant I was telling you about、ね。これ、長文でもこ読めるようにしてねあのイタリアのレス、イタリアンレストランに行こうよと、その後、I was telling you about の目的語がないということで、これ、関係代名詞、目的格省略で、about which、そのことについて、I was telling you、私はお話ししていました。ほら、俺がさ、この間言ってたあれは、あそこのレストランに行こうよっていう話です。 ね、ただね2番あとカヨさんがですねそこのクーラーにごちゃごちゃって言ってですね次ジャックが「We could!、まあ」この「く」ってわかるやろうと思えばできるよってことです「We can」よりちょっとこのなんか控えめで家庭的な意味合いが出てきますねやろうと思えばできるけどでもね「It might be hard to find parking」でもね駐車場が見つかるかどうかな難しいかもよって言ってますねはい。 で、カヨさんがですね、in that case そういう場合には、Let's just to get a taxi。じゃあ、そういう時はタクシーで行きましょう。はい。ということですね。なので、これは交通手段について話し合ってるってことがわかりますね。はい。そうすると、答えは4番の、Sounds great.Shall we take my car? 私の車で行くこれですね。はい。4番が正解です。他選択肢見てみますと、e x e l l e n ね、w YOU FINALLY GOING! とうとうやっと 俺たち行くことになったね。Finally. とうとうやっとですね。まあ Fantastic.2 番ですね。How are we getting there? どうやってそこに行こうか。まあこれもちょっと交通手段っぽいからね。ちょっとかすってるけど、もっと具体的に車か、私の車かタクシーかっていうところだからね。4番ですね。今ね、駐車場に入っちゃってる私たちの車。 だから何なのってちょっと繋がらないですね、後ろにね。はい。えー、ということで、<coughs> 答え4番ですが、これ3番のねあの、よくガレージセールなんて言いますね。あの駐車場、あの車庫ですね。車庫のこと、英語でガラージュっていうの、ガレージじゃないんだよ発音気をつけてくださいね。よく出ますよ、発音問題ね。